晩歌とは、聖教会の晩の方針例、及びカトリック教会の晩の典礼を言う。英語のベスパーズに対応する、両教派に共通する訳語であるが、教派によって、構成はかなり異なっている。音楽作品については、ラテン語からそのまま転写して、ベスペレと呼ばれることがある。番頭も参照東西教会の別を問わず、教会歴は日没を追立ちの区切りとするため、 いずれの教派においても、日没後に行われる晩火は、1日の初めの時価となる。性公会での有の礼拝に相当する。聖教会における晩火、草火も含めた抗議の時価が行われる、大まかな時刻の図解。教会歴においては1日は日没に始まり、日没に終わる。ただし、このような時刻で、全ての時価が行われることは、大規模な修道院を除き極めて稀である。 万科は、聖英、三子、連闘によって構成される。万科と、早川、三子、連闘の占める割合が、他の時間に比べて大きい。日没後に初めて行われる万科は、聖教会の時間の中でも1日のうちの初めに行われるものとなる。天地創造、人類の地位、罪、イース・ハリストスによる救いを記憶する内容となっている。物の数々が歌われる。 第103世映画、冒頭に置かれ、これが、天地創造を記憶するものとなっている。また、イエルサリムの総主教ソフロニーによる聖果、穏やかなる光が、夕暮れの光に、イース・ハリストスを例えて歌っており、直接見ることのできない神が、咳見して、人生をとり、目に見える姿になって、この世に到来したことを歌っている。晩夏の、聖入りの場面、イコノスタシスの黄門前にて、 右に、タスク祭、中央に司祭、左に、同役が二人、映っている。晩火には大きく分けて、平日晩火、小晩火、大晩火がある。以下は、手術前晩に行われる大晩火の形式である。聖にして、福たる常聖なる天の父の聖なる、光栄の穏やかなる光、イッスハリストスヤガ闘備の、入りにイタリー版の光を見て、神父とこと、精神を、歌不生命を、 賜物の深みの子や何時はいつも、経験の恋にて歌はるべしゆえに、世界は何時を、高志さん無、自家へ、聖土曜日に晩歌を歌うベネディクト会の、修道士たち成功会に、有の礼拝、有の祈りがある、ありがとうございます。